ホットペッパービューティー、髪質の悩みがあっても似合う髪型にしてくれる美容室が見つかる。クセケア、剛毛もおしゃれになる。美容師の得意な技術がわかるから、悩みに合った美容室が見つかる。Thank you。髪質に合った美容室が見つかるホットペッパービューティー、まだここにないて、リクルート。いやいや、難しかったんですけども、やっぱやればやるほど好きになるというか、みんなに真似してちょっと流行りたいですね、本当に。はい、やっぱそうですね、こうやって切ってる部分、やっぱはい、懐かしいなというか、はい、ずっとバリカンなんで、はい、いいなっていう、はい、気に入ってます、はい、うん、いやいやいや、もう感謝しかないというか、で僕がこの起用されてからもとんでもない売り上げ伸びてるって聞いてますんで、これからもずっとやっていきたいですけどね、本当にもうやっぱりもうなかなかやっぱ知らなかったね、僕もこれするまで。知ってからやっぱだいぶやっぱ役に立つものというか、ありがたいですよ、本当に嬉しいです。うん、髪質、髪質、あ、まあまあ、髪質、あ、質のこと考えたことないかもしれない、生えろっていう感じですかね。うん、まあそうですね、大学の終わりぐらいからハゲ出して、そうですね、まあ毛根頑張れとかですかね、あんまそんな髪質のことはもう考えたことないですけど、うん、今まあ髪質に悩みすぎてやっべえぞ。もう一回質問いいですか。ナダルさんって今やっべえぞって、はい、まずギャグね、はいはいはい、そのギャグが生まれた理由は髪質がやばすぎてやっべえぞ、うん、いや、あ、ほんまにそう言ってたんや、もうびっくりですけど、あ、いや、ちゃいますよ、やっべえぞっていうのはその相方の西野がくれたんで、もうちょっとはっきり言っときますけど、僕自分で考えたギャグ一個もないんで、はい、あの信じらないっていうギャグあるんですけど、これもあの渋谷のギャラにもらってるんで、はい、自分では一切生み出さないんで、感想？いやもう知らんすけど別に。うん。まあそれもあんまり掘らんでいいですけどね。うん、負けてるんで。うん。もう西野がネタ書いてるんで、もっと頑張るって感じですかね。うん、書くか。この前もネタに参加したんですよ僕。こういうのどうかなって言った。頼むから入っといてくれ、入っといて、入ってかこんどいてくれ。ここまで噛みまくってるけど。入らんといてくれへんかなって言われてるんで。もうやらないですよ、そのネタ。髪すること、ふいで何にもないって別に。なんもええわ髪すの悩み。本当に今、美容大師代表っての僕今初めて知ったんですけども。本当にね、なんか使ったら本当安くなるし、安くなってしかも綺麗になると本当すごく素晴らしいことなんで、僕も一回実は結婚式、今年あげたんですけども、その時ちょっと使わせてもらってすごく良かったんですよ。だからちょっとぜひ皆さんも使ってほしいなって、これはマジで思いますんで、思いますから、ほんまに思ってんの。何ちゅう顔で見てんねん。俺はホットペッパービューティー使ってほしいの。何使ってほしいの。まあ、歌は一緒なんだけど、ちょっと今回ダンスもやる、はい、なるほど、はい、ただなんかダンスはもうグダグダで全然できてないみたいなのが狙いなので。あ、そう、そうよかった。ただ、ナダルさんだけはまだまともって。え？いやいや、それまたまともがきついわ。あ、後ろの頃みんな下手なんや。下手、下手ですね。うわてか、まだ振りを一回も入れてない。きつっ。本番で初めて入れる。うわ、そうなんすか。まあまあ、うまい子おるやろうけど、無理か、いきなりは。前には先生立ってやるんで。で、また途中で、はい、奈良さんの後ろ振り返って、はい、みんなグダグダすぎるから。なるほど、そういうことか。前の感じね。そうそうそう。ナダルさん入られます。よろしくお願いいたします。お願い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 します。じゃあ、阿部さん帰りましょう。お願いします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 。
みんな動かす。ボリューム感もこのぐらいで良さそうですか、音のデカさ。何が正解か分かんないですか。じゃあこちらが正解です。えぐいな、下手くそ。コメさん、俺も下手やな。美容師が見つかる。ありがとうございました。さすが。
かっこいい。いや、どこがやカツコケカツコケいただきましょう。最後一回、よーい、スタート。髪質の悩みがあっても似合う髪型にしてくれる美容師が見つかったの。はい、やったよ。カット。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとせい、次はちゃんとせい。優勝 OKOK やないね。ホットペッパービューティー、髪質の悩みがあっても似合う髪型にしてくれる美容室が見つかる。 Thank you ホットペッパービューティーリクルート。